それではゆるりと優しくともかく始めましょう。全員ほぼどんな仕事でもオーディションでも参加してくれると言ってくれました。口約束といえどもそれは契約です。だから皆さんをここに運んできました。これはワークショップです。もし自己 PR をしてくれない場合、あるいは内容が面白くない、正しくない場合は即退場していただきます。即刻退場です。どうだ、合格か？くだらねえ脅しで一問にもならねえ芝居させられて、全く吐き気がすんだよ。今度は絞り込むっていうのか？あれもテスト？俺にはそんなスタンガンの脅しはいらねえな。自分のことをさらけ出すこともできないのなら、芝居で他人の内面を演じるなんてことはできないでしょうね。まあとりあえず最終テストの前に軽く肩慣らしでもしましょうか。リアルに傷つけた命の危険を犯すなんておかしいわ。お前ら動くなよ。